皆さんこんにちは。今回の動画はブルーロック最新253を紹介していきます。最新話の前に紹介する前回のあらすじを見なくても良い方は下の概要欄に最新話の内容まで飛べるリンクを貼っておきますのでぜひご利用ください。あとこの動画を最後まで見ててもらった方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。前回の252話ではバスターのミュンヘン日和のブロック成功後からスタート。251話の内容から日和のブロック成功後ブロックしたボールの行方が不明となっていましたが、前回の252話にて判明。日和のブロックしたボールはルーズボールに。今回の局面で全てを読み切りブロックに成功した日和、252話の内容からルーズボールとなってしまいましたが、この読み切った勢いで日和からのカウンターで前進していくかなと思った。しかしこのルーズボールに対応できたのは日和ではなく違う選手、パリエクスジェンカラスタビト。カラスと日和は今回のプロジェクト開始前からガンバ大阪のオマージュチームバンビ大阪というチームで一緒にプレーしていた先輩後輩という関係。そのため前回の252話では日和の回想シーン以来となる2名の絡みが少し描かれていました。そんなカラスのボール出し成功により攻撃が継続できたパリエクスジェン。カラスとしては速攻、自チームの司令塔であるシャルルへバックパス。シャルルにボールが渡ったということで、こっからパリエクスジェンのゴールへの方程式。第7戦目の内容からシャルルからの意図指令、シャルルからの指導流星、上記の2パターンで得点を奪っていた。一体今回の盤面ではどっちのケースで得点を奪いに行くのか。潔としてはシャルルがパスを出した方向からリンかなと思い、引き続きリンをマークしていましたが、シャルルがパスを出した先にはリンではなく別の男、パリエクスジェンもう一人のストライカー指導流星。このシャルルのパスに対して指導はヘッドでダイレクトシュート。1対0とパリエクスジェンが先制に成功したところで252話は終了しました。今回のゴールによる指導は最終セレクション通算4ゴール目。第4回目の年俸ランキングの関係から1500万以上のアップ査定確定。しかし今回のプレーは現状ブルーロック組の中では指導にしかできないプレー。そのため通常の査定よりも少し上乗せ、インフレのことも考えてプラス2000万から3000万あたり。現在パリエクスジェンから1億という評価をもらっている指導。指導よりも上のランクにいるリンとイサギの活躍次第でありますが、まだまだ年俸ランキング第1位になれる射程圏内。ノーアンゴールと決めればバロー越えはできるかも。しかし1試合で1億台からプラス5000万アップ、現状このケースは存在しないため指導が第1号に。ここでのポイントでは本日のメイン最新253話を紹介していきます。最初の方ではシャルル×指導のゴール後の物語。パリエクスジェンマスターであるロキとしては、海外組のシャルルを育成するため今回の最終セレクションに参加し、ここまで数試合いろんなことを試してきた。第10戦目までにシャルルがリンと指導タイプの違うストライカーに対して的確なパスを出すことができるようにロキが育成。その結果今回の第10戦目にてシャルル×指導の化学反応が実現。今後の楽しみとしてはスターチェンジシステム。ロキとしては今後のことを見据えて最終セレクション中に覚醒したシャルルと連携をしたいと思い、第10戦目にてスターチェンジシステムを使用。シャルル・ロキ、一体どんなコンビプレーを見せてくれるのか。ちなみにもしスターチェンジシステムが使用された際、ロキはどのポジションで起用されると思いますか。ぜひコメントをお待ちしております。武士の予想としては指導・ロキ・リンの3トップ。パリエクスジェンが勝利するのであれば2ゴール目がロキとか。場面は変わり、バスタード側、日和のブロックにより阻止できたリンのシュート。この時リンが相手チームイサギのユニフォームを掴んでいたということで、自チームであるライチがファールをアピールするも失敗。指導のゴールは成立、パリエクスジェンが1点先制。イサギとしては日和と一緒に今回の指導のゴールを分析。そしてこの2名が分析中、バスタードマスターであるノアが2名に対してこんなことを言いました。再現しろ。前の試合のゴールを超える最高の一撃をお前たちならできるだろう。
ここで言う前の試合というのは第5戦目のユーバース戦、2対2で迎えた最終局面。3分間のスターチェンジシステムが終了したことでマスターであるノアとスナッフィーが交代。バスタードとしては本来チーム方針によりブルーロック組であるキオラを起用する予定でしたが、この試合1ゴールを決めている潔の後押しもあり日和をサイドバックとして起用。潔としては日和投入前に雪宮とのコンビプレーでゴールを狙いに行くも雪宮とイメージを共有できず失敗。ですが日和とはこのイメージが完全に共有できており、一度は失敗しましたが最終的に両者はお互いを見ずに動き出しイメージだけでゴールを決める。やはり最後は通常の右足でのダイレクトシュート。バローと同じく潔はこの試合2ゴール目、3対2でバスタードが勝利しています。つまり潔と日和もシャドウで指導コンビまでとはいきませんが、イメージだけでゴールを奪っています。そして今回の最新は主的には一番注目ポイント、ノアが国神に対してこんな指示を出していました。指導流星の自由を奪え。その後まるで国神はチーム潔に加入したかのような潔のセリフや構図。ついに国神がチーム潔に加入。国神は第5戦目から潔と練習で絡むようになり、ノアの命令でありますが今回の第10戦目にしてついにチーム潔に加入したかのような潔のセリフや構図。ルッシュとしてはここまで潔を支えてきた雪宮と黒名が第10戦目ベンチスタートということでチーム潔の戦力不足を心配していましたが、今回の件で国神がチーム潔に加入すればこのルッシュが考えていた問題は解消。もし国神もチーム潔に加入した場合、一体この3名でどんなコミプレーを見せてくれるのか期待が膨らんだところで253話は終了しました。ちなみにここで国神と指導の関係性をプチ特集。2セレクションにて国神は指導のチームに敗戦。当時指導は国神を上記のような評価をし、レオを選択しサードステージへ。国神としてはワイルドカードという救済措置により完全体ではありませんが、ノアのような選手となり最終セレクションから復活。現在の国神を見て指導はどんなことを思うのか。今回の試合では共にフォワードを務めているため何度も絡むシーンは描かれると思うので、どんな絡みを見せてくれるのか注目。なお国神と指導に関しては以前上記の動画で特集しています。下の概要欄に貼っておきますので、お時間がある方はぜひチェックしてみてください。以上、今回はブルーロック最新253を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X インスタ TikTok もやっておりますのでフォローの方お待ちしております。